は金ちゃんに島味おろしてもらいます。プロに来ていただきましたシリーズ、島味ですね、こっちの大きいやつですね、大きいやつが天然物、そして上のこのちょっとちっちゃめのやつが養殖になります。どう違うのかおろしてもらいましょう。お願いします。あ、消しといて。天然をまずおろします。じゃあ鱗取り持ってくる。あるんですか。そんなに、うん、じゃあちょっと持ってくるから待ってね。ハロメ割りうまそうなんだけどね。さすが天然ですね。天然の方鱗を取っております。この鱗がね、細かくて邪魔なんですよ。そうなんです。天敵じゃあヒラメとかは鱗取り取る場合ヒラメは僕は取らないですね。あ、もうそのままさばいちゃう。鱗が剥げる魚と剥げない魚、シマアジはもう 100% 剥げるから、うん、全部くっついてしまうんですね。そうなの。皮を剥ぐと、鱗の食感が嫌いなの。なるほど。選ぶ。これもエラと今あの間いっぺんに了解。油あります。油あります。いや、うまそうじゃないですか。塩焼きでうまいですかね。これは僕だったら見てほしいな。見つけて。いいですね。ありがとうございますよね。はい。じゃあこれ片付けて、はい、片付けてもらっていいですかね。色変わっちゃうもんね。いや、すごい油ですね。天然の方です。入ってます。さっきのは天然です。あれが天然です。はい、じゃあ養殖入りました。じゃあゆっくりやってもらっていいですかね、この辺。はい、このエラをこう V の字に切ると、 V の字に切る、頭こうですね、 V、 V、 あ、はいはいはい、頭の骨と骨とエラのところを V に切るとエラが外れる。うん、はい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 。のこの付け根に指を入れると全部。さすがプロフェッショナル。こうですね。はい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 。綺麗に取れました。基本的に魚関係はみんなでかいやつはこんな感じですか。うん、大小関わらず。了解。どうですか、養殖の頭は硬いとか。いや、それは養殖の柔らかいです。うん、かい。マダイとかそうだよね、天然とすげえ硬いよね。硬いですね、ブリなんて硬いですね。ああ、入れるとこ間違った日には。了解。
はい、養殖をします。養殖も島味でーす。早いな。早いですね、さすがに。養殖の油がないような気がする。で養殖ですね。はい、できました。色が、はい、こっちが養殖、こっちが天然です。天然の方はですね、身がややピンクがかっているみたいな。養殖の方はですね、白いぞ、油すごいぞみたいな。結構ね、身質が違うということが判明しました。外見からはちょっとよくわかんないですね。わかんない。とりあえずわかんないということで。了解。じゃあ、あと刺身やりましょうか、私が刺身ですね、はい、わかりました、ありがとうございます。いいじゃない、これ、はい、了解、うん、こっちが、天然じゃなくて、こっちが養殖、こっちが天然です。この赤みのかかった方が天然、白っぽいのが養殖。これをお刺身にしていきます。刺身も3つ目だよ、予約4人と、ちょっと何なのみたいな。連休明けって結構やる気ないじゃん。その作る方もやる気ねえしみたいなね。この骨の横に包丁を入れて皮引いちゃいます。これ全部取んない方が良かったかな。あ、すげえ失敗してます。誰？徳ちゃん、了解。はい、ここに入れて同じです。成功しました。とこれが天然です。天然いきます。いや、もう包丁ギトギトだね、油で。すごいわ、すごい、すごいわ、ねえ、すごいです。天然切り終わりました。どっちだ、左が天然。はい、養殖入ります。すごいよね。はい、養殖入ります。あ、やっぱ養殖天然と比べると切ってても全然柔らかいね。養殖切り終わりました。ないよね、普通はね。両方やっちゃうとね、すごい、もう手油だらけ。はい、できました。こっちが天然で、こっちが養殖になります。では食べ比べてみましょう。やばいっすよ、これやばいですか。天然やばいよ。食い比べてます。どうぞ、加藤さん、右か左か、どうぞ。シマジ天然と養殖なんですよ、これ。違いをね、比べてみよう。違いを今比べてみようっていう計画になって、食べる前に、金ちゃんが食べる前に、食べてみてでしょ。食べる前にどっちだと思います。ちょっと皮の引き方、私失敗しちゃってるんで、まあ、皮はあんま参考にならないと思うんですけど。これじゃあ赤いか白いかです。うん、うん、どっちでしょう。こっちっぽいかな。そっちが何ですか。天然かな。了解。じゃあちょっと食べて見てください。太らされてるんですよ。いや、でも加藤さんいいと来たよな。ちょうど言ってたんだよね、今ね。右ですね、それ右。うんうんうん。行っちゃってください、左。どうです？一緒？いや、違う。どっちがいいですか？どっちがうまいですか？うまさ的にはどっちですかね？右か左か。俺の好きな的にはこっち側、やっぱり。ああ、さすが和夫さん、そっちが天然です。あ、本当に大正解でーす。うまいっすよね、天然。こっちの方が後味が、うん、後味がいい、うん、残る。
あ、了解。はい、シマアジなんですが、結局外見ではね、あんま分かんないんじゃないのっていうことで、いろいろ調べた結果ですね、ここですね、唯一この尻尾ですね、尻尾のギザギザが多いぞ、さすがね、大海原を泳いでいるぞ、お前天然だろみたいな感じで、養殖の方はですね、まあ、結構丸っこちい、特にここですね、この先っちょ、わかります？これ案外なんかこうそのままみたいな、こっちはギザギザみたいな、わかります？まあ微妙なんですが、まあ、捌くとね、色でわかるんですが、見分けだとね、この尻尾尾びれぐらいしかね、ちょっと見分けつかねえんじゃねえのみたいな、感じでございました。それでは失礼いたします。